버스. 하이. ここ 登録してね. 我は海賊宝物を探してるのだ. 宝物を見つけた. 宝物宝物. あれ? そんなに海賊ごっこが好きなら、みんなで海に探検に行こう。海で探検に行く。やった、やった。はい、我は偉大な海賊だ。海賊、海賊。<笑><笑> パパの勇気は青いハート力をくれる青が好きパパが大好きブンディアラブンディアラブンディアラブンディエイブンディアラブンディアラブンディアラブンディエイ 込む時ママの笑顔は赤いハート温めてくれる赤が好きママが大好きブンディアラブンディアラブンディアラブンディエイブンディアラブンディアラブンディアラブンディエイ 今日は父の日よ。私絵を描いてパパにあげるつもり。 足りない気がする。ティミ、もうこれパパにあげるプレゼントよ。落書きするなんてどうしてくれるのよ。できた。完成。ティミ、ありがとう。パパ、ハート。ビビ、 ティミ、そろそろボードゲームするぞ。はーい、今行く。スキドマリンカティンカドゥ。スキドマリンカティンカドゥ。私のパパ、スーパーヒーロー。一番強くはないけど、教えてくれる勇気をスーパーヒーロー。 私のスキドマリンカディンカドゥスーパーヒーロー。私のパパスーパーヒーロー。一番かっこよくはないけど一緒に遊んでくれるスーパーヒーロー。スキドマリンカディンカドゥ私のスキドマリンカディンカドゥスーパーヒーロー。私のパパスーパーヒーロー。 一番優しくはないけど、お話ししてくれる。
お、お、とっても嬉しいよ。ありがとう、二人とも。ママは出かけるつもりよ。あなたたち、今日家でパパの言うことよく聞いてね。はい。ミミ？お。ミミ。まったく、パパの言うことなんか聞かないな。もうパパは知らん。出て、お尻が。私、お腹すいた。パパがご飯を作ってあげよう。ブキッチョパパは慌てんぼ。あたふた失敗だらけ。何が起きたか当ててみて。おう、卵が黒焦げ。パパ、卵焼きが真っ黒になっちゃったよ。ブキッチョパパは慌てんぼ。あたふた失敗だらけ。何が起きたか当ててみて。ジュースと間違えた。
不吉祥パパは慌てんぼ。あたふた失敗だらけ。何が起きたか当ててみて。ああ、スカート破れた。お気に入りのスカート。ブキッチョパパは慌てんぼ。いろんなことが苦手だよ。それでもやっぱり大好き。ヘイ、パパが一番だ。わあ、消防車完成。パパ本当にすごいね。みんなで一緒に競争だ。やろうやろう。私の消防車が絶対勝つわ。スタート。パパも大好きだよ。今日は特別な日よ。うん、みんなで秘密のパーティーを準備するつもりよ。牛のお母さん、おはようございます。おはよう。牛乳一瓶ください。ありがとうございます。ママ、他に何を買うの？あ、卵、小麦粉。あ、へへへ、よっしゃ。じゃ。おはようございます。わあ、ずいぶんいっぱい買いましたね。おはよう。だって今日は特別な日だもの。私たち秘密でケーキを作るつもりよ。ケーキ？ええ、キキとミュウミュウも一緒に作らない？はーい。一緒にケーキ作ろう。卵、砂糖、ミルク、小麦粉、混ぜて混ぜてシャカシャカ混ぜよ。甘い甘いケーキ作り、やった。生地は型にオーブンに入れて、焼こう焼こう、おいしく焼こう。甘い甘いケーキ作り、やった。うわ、いい匂い。次は生クリームを絞ろう。キュッ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 、絞ろう絞ろう、クリーム絞ろう。甘い甘いケーキ作り、やった。二つ二つ、いちごのせよ。甘い甘いケーキ作り、楽しい。ケーキ完成。しうわ、パパ誕生日おめでとうございます。ありがとう。あれ、いやとても素敵なケーキだな。今日はミミのお父さんのお誕生日だったんだね。素敵なパーティーを準備してくれてありがとう。もし選ばれたら滑り台を滑れるぞ。私も滑り台滑りたい。僕も。私も。あ、誰か来たわ。ほら、ちゃんと立ってようよ。早く起きて。うわぁ、カップケーキだ。とっても美味しそう。いい匂い、いい匂い、おいしいケーキ。
ろケーキ。もう待てないよ。割り込みはダメだよ。僕のチョコケーキ。僕、どうして中に入らないの？パパに叱られてばっかりで、うちに帰りたくないんだ。服はいい子なのにどうしてかな。大丈夫、僕が手伝ってあげる。どうやって？まず中に入ろう。問題が起こったら僕が解決してあげる。またチンゲン菜に人参か。いつも同じ。僕野菜大嫌い。大丈夫、チンゲン菜と人参は僕に任せて。お皿。キキ、遠慮しないでたくさん食べなさい。フク、野菜から食べなさい。変色しちゃダメだ。おじさん、僕人参が大好物なんです。人参をください。おお。キキは本当に偉いな。好き嫌いしないで。苦売りの和え物だ。たくさんお食べ。それも僕の大好物です。全部食べたよ。キキと遊ぶね。一緒に遊ぼう。待ちなさい。フク、ご飯を食べ終わったら何をするんだっけ？お皿洗い。パパは僕のことが嫌いなんだ。いい方法がある。凡人。お？
빠빠. 本当に綺麗だ。 お皿洗いも全部やったから、キキと遊んでもいいでしょ。 ダメだ。 三字経を読んでから。 人間の心は善。 かわいそうな服、遊ぶ時間がない。似ているが習慣によっては差が出る。えい、お話マシン学ばなければ道から外れるかもしれない。ダダダダダ、ダイヤモンドゲームしよう。まだ読み終わってないけど、お話マシンが読んでくれるから聞きながらゲームしよう。わあ、やった。 先生は似ているが習慣によって差が出る。おいえ、僕の勝ちだ。とっておきの手を見せてやる。はい。おー。 朝は服の大好物のオムレツを作ってあげよう。おやつはパンと牛乳、服が喜ぶだろうな。服にメモを書かなきゃ。ん？キッキン何してるの？パパを見てごらん。かわいい服、パパは3日間出張に行ってくるよ。冷蔵庫の中に3日分の朝ごはんを準備しておいた。 1日目はオムレツ、2日目はツナ野菜サラダ、3日目は服、いい習慣を身につけて立派な大人になってほしい。最近服にちょっと厳しすぎたかな。服がパパのことを恨んでるんじゃないかな。服、パパに本当に愛されてるんだね。あっパパ。 パパ大丈夫？大丈夫、パパは大丈夫だよ。パパの言うことよく聞いていい子になるよ。よしよし。 キキ、どうして家に帰ってこないの？宿題はしたの？キキ。